どうもパフォーマンストレーナーさんの之助です。さあ、いきましょうか。少年忍者さんの Dreamers Dance Practice 見たいと思います。えっ、ー、と、まだね、僕とか名前をこう覚えていったりとか、人を覚えるゾーンに入るときは多分10回、20回ぐらいダンスプラクティス見たときなんですけども、とにかくですね、まあ、僕のチャンネル、いいパフォーマンスが見たいというところですね。あと、僕好みのパフォーマンスしてくれるのは、えー、どういう子だろうっていう風に、自分の推しの動きを探すためにダンスプラクティス見ているので、はい。 はい元ジャニーズの子達ですよねすすねごく期待しております最近ねこう k p o p っていうものがすごく流行っている中でまあ別に隠すことじゃないと思うんですけど僕はもうジャニーズジュニア r 元ジャニーズの,ねあのグループの皆すごく好きなんで,でその中でやっぱりあの踊りさあのソレスノの,の番組あるじゃないですかああいうの見てその昔のねジャニーズさんキンキ k ッ k さんスマップさんのダンスって 今のダンスと比べてやっぱり独特に感じるんですけどやっぱりシンプルな動きだったり紳士的な動きだったりとかあと衣装がタキシードだったり結構多いじゃないですかやっぱああいった風な踊りをするっていうのはやっぱ難しいんだなってすごく感じるんですよね、うん、さあそのやっぱり血がまだ残ってる子たちだと思いますので、はい、すごく楽しみにしてます見ていきましょう 少年忍者でもちょっと多すぎない <laughs> まあまあ推し、もう少年忍者さん大好きな方ね押しがたくさんこうやってね、あの、押し面がいっぱいいると楽しいですけどね。うん、こうやって出てますけど。この子ね。 矢印でこれ皆さん画面で見れるかななげ ?Y がくんだっけワイそんな名前だったよね確かはい覚えてますよ。こんなちっちゃい時で、ね、ヤマピーとカメラシ君とカメラシ君に肩組まれててはいその,あのエブステの映像まだ残ってますからねなんか隣こ,おこっから入るすっごい すごく広いスタジオだね、ここ持ちスタジオなのかなすごいちゃんと撮ってるね、ちゃんと撮影してるおお、こっから来る、嘘いいね、見せてやれって感じっすよね、いいですね、センターのこの腹落としも、腹落としく うこの、わかります骨盤からグンと落ちる感じね。背骨から折れるんじゃなくて。いい体の使い方しそう。おい。うわー、この金髪の子もすっごいアサルトだね。うぅ、キッキングがシャープ。うぅ、この子すごいですね。この黄色いく咲いてる子。 えいやってくれますねいいっすね強い強い強い体がうぃめちゃくちゃもう踊れるやんこのセンターの子踊れる雰囲気マックスやんうぃうぅ いや、いいっすねすごいトリッキーですね体の使い方てか振り付けなんだけどういすごいすごい体のなんか中心軸がずーっとこうある中でアームスがサイドシフト足もねクロスに流したりとかうん 体のコーディネーションがめちゃくちゃ重要なでなかります、ね、中心線がほとんどぶれないこういう感じしかも後ろなんかやってるし来るのうぅうぅこのヘッドロールはすごいね首にガーッツー負荷かかるねええ来るかあら乗っただけだったええ このセンターの子も来ますね。体の使い方の面の使い方広くていいですね、力強くて。うぃ、使うね、体。うわ、来そう。これ来そうですね、後ろは黒が僕の大好きなアクロバットが出してくれるかな。うぃ、こんなミュージカルテイストじゃないけど、すごいね、なんかダンス。 ダンスのなんか発表が D リーグじゃないんですけどなんかダンスの発表みたいななんかねバトルみたいなねグループバトルういおえ来たねおえ何した今おおすごい美人 動くねえおいおきたねジャケットは <laughs> 気づかなかったけどこの子めちゃくちゃジャケット大きいし右から2番目の子おいおーなんか文化を感じる。 いいですね、この全力感がえい、ー、すごい乗るね <laughs> あ、このパワフルな子だだからこんだけ弾いてたんだねおいおい いやっぱ動いたねこれ分かります皆さんこの心遣いこれねこの体の使い方なんですけど下がそこまでグンって沈まなかったでしょ蹴らないですよね蹴らない心遣いこれ体使える人じ手段でこれできなくてグンと足引き上げる力で飛ぶっていうね だから下の土台が下にいる土台の子たちがほとんどこれぶれないのがそうもちろんちょっと踏むんだけどねしっかり股関節がここまでしっかり屈曲するこういった体の使い方でランディングがぐーんう深い吸収の仕方ができるっていうのはこれはね本当にやっぱ体の経験値がそのダンスだけじゃなくてやっぱりアクロバットとか経験しているのかなっていう。 まずね、やっぱり高いところから、その不安定なところから飛ぶっていうこと自体で、うん、これね、意外とですよ、これだけ動ける人たちがいて、意外と全員が、じゃあ同じことできるかってそうじゃなくて、リフトの。で、土台もそうなんですけどね、リフトって意外とセンスだったりとかも結構あるんですよね。まあ、僕もリフト経験したことあるんで、僕は下側だったんですけど。 上にいる人で相当変わるからねほんとリフトって出たヘッドロールあこの子もいた気がするあのリアワピーとラシ君のラシ君の僕めちゃくちゃ Vlog 見るからねほんとにおー危ないうおうめえおおリカバーしたすごい ここスベットの音楽がいいですね。これをダンスプラクティスでしっかり出してくれたらう嬉しい。これこそがダンスプラクティス。みんなもそこに引っ張られないってことね。えー、これ後ろもしっかりこういうこう動き作ってるのがいいですね。おい。ここでよくわかりますよね。この紫のジャケットのこの深いこういう使い方めちゃくちゃいいですね。 すごいね、こんだけアームスブンブン振り回してくれるこの振り付け、最高ですね。コンパッソって言うんですかね、コンパッソ、うん。この足の使い方。で、体格に手こう入ってくるのもまたいいですね。コンパッソ入ってからのね。えい あはやってくれるね <laughs> これこれおーおーえいおいわあ片遣いエアリアルねだっけちょっと名前出てこないけどもふぅやっぱもうあそこまで手振り回して稼働できたらこの使い方ですよええー。 ううこの右の2人最高っすね。ういいいっすねこの。このセンターにいることはやっぱりアサルトですね。すごい。いやーめちゃくちゃダンスのレベルも高いしフィジカルのレベルも高いっす。いやーもっと外出るべきだよ。うい運営さん頑張ってほしいこれ本当に。やっぱ。 僕ね戦うフィールドって全てが僕は民放とかじゃないと思うし逆にトラビスジャパンさんみたいに海外からっていうこともあるだろうし絶対に日本人だからしょうがないかもしれないですけど絶対に他でも認めてもらえる場所って絶対あるんですよ。僕もその落ちぶれた人間の一人なんでみんながみんな同じとこで まあ世界的なカリスマって言われたらまた微妙かもしれないですけどでも絶対にね認めてもらえるその場所だったり時間だって絶対あるからねここまでできたら見てもらうべきだよねだからどこで何を披露するかとか言い出したらあれですけど僕は見てもらいたいねこの技術を能力をウェイ大事なのは この少年忍者さんっていうのが踊れるとかそういったものってみんなできるじゃないですかアーティストさんだから彼らが他と何が違うかっていうことと例えば海外に出た時もそうですけどこの子たちがどういうことがそういった特殊ないわゆる団体とかにどういうふうに貢献できるかっていうところがなんか明確になってるとなんかすごいいいものをここから 提供することができそうですよねしかしこの子めちゃくちゃ体動くねこの左これ外線してこの足とど保っとくってこれまた特殊ですよねうえう,う使うな本当にうえこの子やばいねさっきアクロやったコンパスやってた子コンパス コンパス、コンパス。ええい。めっちゃ体使うね。グー。ここで中心線、グーって止める感じいいっす。ええい。ええい。かっこいいな。 ういこのセンターの子めっちゃ体使うね本当に細胞がもううーなんかこんなエネルギッシュなやっぱりダンスプラクティスっていうか振り付け久しぶりに見たねなんかもうすべて注いでる感じの もうとにかく大きく動くっていう、ね、うわこの紫の子もすっごいよ本当ほんとにグン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 もうすごいよね手の回しシカルカレ行きますかね行け来た <laughs> 最高ですこれセンターの子一緒にコーバコン爆中したらかっこよかったのに しかも後ろも結構トリッキーなことやってるし。いや、だいぶいいダンスプラクティスですね。ああ、もったいないな。これセンターの子もここで一緒に爆抽して、うーん。まいろいろあるんだろうね。はい、なんか菊池君っぽいね、体型がね。 なんかあれなのかなドラマとか出てる子とかいるのかなうわあったトリッキーなことやるねおいどこ飛んだお行くかおおかっこいいなこれは行き上がるわいい体してる これは息上がってらめちゃくちゃいいからだし俺紫ジャケットえ終わるの?「ウェー!」とかないんだやってるかうんいやーめちゃくちゃ久しぶりにすごくエネルギッシュな動き見たねこれ、うん、はもういろんな人にこう見てほしいですよねほ、うんとになかなかこう最近そういう振り付けとかが結構 こう見なくなくってきたからねうん、ま、だどこかでね、しっかり見てもらえるようなね、そう、なんかこう、まあ、今でも多分ファンの方いっぱいい,っぱい,い,らっるいらっしゃると思うんですけど、やっぱなんかジャニーズ系、ね、元ジャニーズさんっいったら、やっぱり冠番組持ってるとかね、スノーマン a さんじゃないけど、なんかそういう日,日が絶対に訪れることを、ね、諦めないで頑張ってほしいですね。それでは